眞子さまと小室圭さんのご結婚、母親金銭問題でトラブりまくってんのに進めていいのかね。まあでもそんなこと考えても俺たちにはどうしようもないことでしょう。そうだが、宮内庁で働いている身なんだし気にしちゃうだろう。国民の税金問題も。と、電話が。はい、宮内庁。あ、もしもし、私小室圭の母、小室佳代でございます。今回の世間での騒動に関しまして、ぜひ天皇皇后両陛下にお会いして事情を説明して相談したいのですが、よろしいですか？よろしいですかって、この人常識ってものを知らないのか。ねえ、ちょっと聞いてます？眞子様、ご婚約おめでとうございます。2017年5月16日、眞子様と小室圭の婚約報道がなされたこの日、日本中が喜びに包まれたことだろう。だがしかし、歓声の声が響いていたのもつかの間、浮上してきた小室家の金銭問題。今や多くの人が批判的な声を上げ不安視している。そして問題の中心人物にいる小室圭の母、小室佳代。そんな彼女の行いはなかなかに人としての道理を外れているように思えてならない。約10年前。武田さん、いつもありがとうございます。ただでさえいつも私のパート先まで私を送ってくれているのに、こんなお高そうなレストランを息子と一緒に。いいんですよ、同じマンションに住んでいるよしみですし、僕が力になれるなら何だってしますよ。ありがとうございます。早くに夫が他界したことで、女手一つで息子を育てていた佳代。そんな彼女のそばにいたのが武田氏であり、彼は婚約者として収入の少ない小室家を支えようとしていた。圭君の入学費用？ええ、あと年間授業料も支払わないといけなくて、でもお金がなくて、貸してくれないかしら。まあ、そうなるよね。いいよ、ケイ君が立派になるためだ、貸してあげる。ありがとう。そうして多額のお金を貸すこととなった武田氏。しかしその一回の優しさが最悪の事態を引き起こすことになろうとは思わなかっただろう。あの武田さん、今度ケイがアメリカ留学に行くことになったんだけど、お金がなくて工面してくれないかしら。それ一体いくらなんだい？ざっと200万超えかしら。お願い。200。それでもまた将来の息子のためならとお金を貸した武田氏。ただ武田氏は学費や留学資金だけではなく、小室家の生活費まで毎月のように出していたようだ。その合計はなんと400万円以上。彼女とのやり取りではほとんどがお金の話ばかりだったという。武田さん、今月厳しいから10万円ほどお願いできないかしら。あ、そうそう、今度の K の誕生日はあそこのお店でお願いね。僕はただの財布じゃない、もう別れてくれ。そうして婚約破棄となった両名。しかしここからが武田氏にとっての悲劇の始まりだった。はあ、お金を返してくれない？400万円以上も貸してるんだぞ、こっちは。貸したって言われても、あれは私たちにくれたんでしょ。そんな大金あげるわけないだろう。ケイ君も誰が大学資金を出したと思ってるんだ。それは武田さんですけど、でも僕も贈与だと思ってますよ。なっ。それにまあ借用書もないですし。それは君がお金にどうしても困っていたから仕方なく。結局借用書がないこともあって、武田氏の元に大金は返ってきていない。結果的に武田氏は自身の善意につけ込まれることとなったのだった。なんだこれ、このままローンも何も払えないじゃないか。もう愛車を売って引っ越すしか。貧乏だった小室家にお金を貸し続けていたことで自身が困窮してしまった武田氏。これほど皮肉なことはないだろう。そしてその中で際立つのが、高額納税者のごとき佳代の金銭感覚なのだが、実はそんな狂った金銭感覚が夫の他界にも関わっているという。おい佳代、お前が内装と家具をこだわったせいで
予算が大幅にオーバーしてるんだが。いいでしょ、せっかくお父さんたちがお金を出してくれるんだからさ。何勝手なこと言ってるのよ。あなたは、私たちは息子がマイホームを建てるから支援したのに贅沢まで、何様のつもりよ。嫁ですけど。うわー、ちょ、揉めないでくれよ。もう息子に投じていた多額の養育費に加え、カヨが原因で嫁姑問題が勃発すると、夫利勝氏のストレスが一気に急上昇。彼は日に日にやつれていくことに。その裏でカヨが何をしていたかというと。あ、楽しい。あなたみたいな運命の人と出会えて私は幸せだわ。俺もだよ。利勝の幼馴染で本当に良かった。何せ君と出会えたんだからな。なんとカヨは夫の幼馴染を運命の人と呼び、ドライブデートを息子と楽しんでいたのだ。それなのに限界を迎えた利勝氏が行方不明になると、彼はきっと自ら。それもこれも全部あなたたちのせい。あなたたちの愛情が足りなかったのよ。死が確定していないにもかかわらず怒鳴り散らすカヨの姿。するとカヨの言葉が事実になると、後追いするかのようにギフが命を落とすことに。しかしカヨが悲しみに暮れることはなく、遺産を必ず受け取るために元暴力団関係者に話を持ちかけていたそうだ。お父さんの遺産は孫のケイにも相続する権利があると思うのよ。ただ夫の実家は遺産相続の話をしても相手にしてくれなくて。もしよかったらあなたが交渉してくれないかしら。いいぞ、そういう奴らが相手ならやりやすいしな。ありがとう。しかしカヨの言葉とは裏腹に、親戚の対応は丁寧かつ誠実そのもので、相続の話はすぐに終了。元暴力団関係者はカヨから手を引いてほしいなどと言われて、お金を渡されそうになったらしく、おそらくカヨに遺産の一部は手に入ったのだろう。しかしそれでカヨは満足しない。今度は遺族年金に目をつけ、そしてその間に武田氏との関係もあった。ええ、確かにメールが来ましたよ。主人の年金を受け取っている間は内縁になれませんって。その上で事実婚をどなたにも知られたくないとも。事実婚でも生計を同一にしていたら遺族年金は失権するみたいですから、どうしても避けたかったんでしょうね。僕のお金も受け取っていながら。それですよ、カヨが受け取っていたと思われる額は年間約150万円。後に事実婚ではない状態で贈与税を納付していたことから不正受給ではないと主張しているが、メールのやり取りから見て事実婚と認識していたのは明らか。確証は得られていないものの、これが事実だとすれば遺族年金は合計2000万円以上にもなると言われている。そしてそんな疑惑が払拭されぬまま、また新たな金銭の疑惑が浮上。今度は傷病手当の不正受給だ。2018年春から19年の秋にかけて、カヨさんは適応障害ということで休職中の支給を受けていたんですよ。でも彼女、軽井沢の友人のところで住み込みの仕事してたんですよね。しかもそこはレストラン。負担が軽かったり別の業務の職場だったりすれば受給中のアルバイトは認められるみたいですけど、似たような業種での仕事ですよ。これっていいんですか？総額はだいたい200万前後。正直組合の判断にはなりますが、虚偽申告などがあれば全て返納する必要がありますね。善意を踏みにじる400万円以上の借用問題に、度重なる不正受給、元暴力団員との関係や小室家親族に対する態度、それらに加えて小室家への奨学金や留学中に法律事務所から借りていた生活費も存在しているのだが、その全ての金銭関係が今現在うやむやになっている。そしてそんな金銭トラブルを後続に肩代わりさせようとしていたというのだから、そのズうずうしさはもはや日本人の頂点に座しているだろう。なんだか小室圭さんが叩かれてるけど、その元凶ってほとんどがお母様よね。元暴力団とのつながりもスクープされてるから、国民がふさわしくないと関心を示すのも仕方ないことなのかもね。じゃあ私にふさわしい人は誰なのよ。
わん、びっくりした。俺がいるけど、赤ずきんちゃんが求めるふさわしい人ってどんな人なの？六角星児さんに似てて、ハカチョコカッコが10円いっぱい買ってくれて、私の攻撃に耐えられる生命力が強い人かな。俺だ。赤ずきんちゃんの理想低すぎて笑った。